それではプチライディングテクニック、スロットルを開けるとバイクが立っちゃう、フロントブレーキを強くかけるとバイクが立っちゃう、そこを説明していきたいと思います。ではまずスロットルからです。もうこれはもう早速実演したいと思います。正常沿線回でこちらのスロットルを開けるとブン、バイクは立ちます。開けると立つ、スロットルを開けると立つ、こういった風に、スロットルを開けるというのはただ加速するだけではないんです。車体を立てるといった効果がある、これを、皆さん知っておいてください。これが皆さんの実際の、ツーリングにどういうふうに影響があるかと言いますと、ワインディングで山道に走っているとき、コーナー、カーブを抜けるときにこうじわーっと開けたとしても実はバイクは立とうとしてるんですね。じわーっと開けてもバイクは立とうとしている、つまりバイクが立つといったことはセルフステアが戻ると、切れなくなるといったことになりますから、どん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 バイクは、外に膨らんでいくわけです。じゃあ皆さんはどういうふうにしたらいいかと、それは前回の動画で説明したお尻体重が大事です。あとニーグリップが大事です。つまりアクセルを開けていてもしっかりと曲がりたい方向にお尻体重、そしてニーグリップ、こうすることでバイクが立とうとする力を、ある程度抑えることができます。これがスロットルでバイクが立つとところの解説になります。次に、ブレーキングでバイクが立つといったところをご紹介していきます。さて今また先ほどと同じように定常沿線回をしています。バイクは傾いているのがわかると思います。この状態でこちらのフロントブレーキをかけますとバイクは立ちます。そしてまっすぐ進んじゃいます。もう一回やります。はい、定常沿線回をしています。そしてこの時にフロントブレーキをかけるとバイクは立っちゃいます。はい、このようにフロントブレーキはギュッとかけてしまうとバイクを立たせる効果があるんですね。つまり減速、スピードを落とす以外にもバイクを立たせるといった効果があります。これを逆にこれを逆手に取ってあげるとワインディングが楽しく走れるようになります。ちょっとだけ紹介しますと、ブレーキングお尻体重、ブレーキを離す、ブレーキングお尻体重、ブレーキを離す、この離すというところが次回の動画で説明するところです。そこはお楽しみにしていてください。
つまりフロントブレーキを離せばそこでお尻体重の効果で曲がっていきます。離す、ブレーキング、お尻体重、離す、ちょんぶれ、ブレーキング、お尻体重、パッと離す。